スマイルズ記法とは分子の化学構造をアスキー i 符号の英数字で文字列化した構造の曖昧性のない表記方法である。スマイルズ文字列は多くの種類の分子エディタにおいてインポート可能で2次元の図表あるいは3次元のモデルとして表示することができる。スマイルズ表記は1980年代の終わりにデビッド・ワイニンガーにより開発され、その後に 多数の人の手で変更あるいは拡張がなされてきた。中でもデイライトケミカルインフォメーションシステムズ社の貢献が大きい。他の線形な同様な表記法としては、ウィズ・ウェザー・ライン・ノーテーション、ラサダルそして SLN が挙げられる。グラフ理論に基づくコンピュータ処理の観点では、スマイルズは分子グラフを深さ優先で操作して、接点と辺を表現する文字列である。 分子グラフの構築では、まず系の水素原子を取り除き、管を形成しているところは切り開いて全域機に変換する。管を開いたところには、数字でラベル付けして、繋がっていた接点同士を示す。丸括弧は、木が分子している場所を表すのに使用する。原子は、角括弧でくくられるが、オーガニックサブセット、すなわち BC、NO、BCNOPS。 解、CL、BR、I のいずれかで、形式電荷を持たず、同位体をように指定する必要がなく、かつ、不正中心でない場合は、を省略してもよい。この場合は、原子化に基づいて水素が暗黙的に孵化しているものとみなされる。例えば、O、N はそれぞれ水、アンモニアである。形式電荷を持っている場合はと数字を放知する。同位体をように指定する場合は、 質量数を整数で全知する。不正中心については口述する。結合は一時から順に引く、イコール、ドルで表される。二重結合イコールにつながっている一重結合の、向きを、で表すことで、シストラン異生体を区別する。例えば、C、C イコール CC、C、C イコール C、C はそれぞれシストランス二部点である。結合がないことは、 で表現される。環構造ではつながっている原子の後ろに数字でラベル付けする。例えば、プロパンとシクロプロパンをスマイルズで表すと、それぞれ CCC、C1CC1 となる。ペアが現れて、すでに環を形成したラベルを再利用しても良い。ラベルは一桁の数字とみなされ、例えば C12 はラベル1、2につながっている炭素である。 二桁のラベルを表すにはパーセントを前置する。方向間を構成する原子は小文字にする。例えばシクロヘキサン C1CCCCC1 に、大子ベンゼンは C1CCCCC1 である。方向間の結合を一重、二重結合で表すことを、ケクレカと呼ぶ。不正中心には、またはお構置し、根の方向から見てそれぞれ左回り右回りに、 後続の原子団が並んでいることを表す。例えば S アラニンのスマイルズは、網の元を根にすると、N, CH, C, O である。ある系についてのスマイルズは、必ずしも一位に定まらず、例えば S アラニンは、上のスマイルズだけでなく、C, CH, C, O, C, CH, O, N, O クる、CH, N などでも表すことができる。そのため、 あるアルゴリズムに基づいて K に対し1位になるよう変換したものを正規化されたスマイルズと呼ぶ。ただしデータベースやプログラムによってはアルゴリズムが違うことがある。化学反応はハラ系生成系、またはハラ系触媒など生成系で表される。例えばプロペンに水が孵化してプロパンマイナスにオールができる反応は CC イコール CEOCCC である。 詳細については矢を参照すること。スマーアーツは部分構造検索ができるようにスマイルズを拡張したものであり、科学データベース検索プログラムなどで使用される。原子並びに結合についてのクエリが追加されており、例えば C、C は任意の炭素にマッチする。スマーックスはスマイルズとスマーアーツのハイブリッドで一般的な化学反応を記述する。 スマイル図き法の長所は、科学構造を少ないバイト帳で表現できることと、ルールが簡単なので人間が文字列に変換する際に複雑な演算が不必要な点にある。一方、欠点としては、元の構造式の向きや、置換器が張り出す方向などの構造式を目で見たときの印象が完全に失われる点がある。他にも、標準スマイル図き法では、 相対配置も絶対配置も表現することができない。ありがとうございます。